これバンカー越えるの何ヤードですか？210ヤードで越えていきます。感じ。まあまあ良かった今の。うん。なんか重たかった。今日2位ぐらい。今日2位ぐらい。今日2位ぐらい。振り切ろう。お願いします。うん、お、ナイスショー。大丈夫だ。うん。ちゃんと当たりました。チャンスです。振り切ったかな、うん、なんでゴルファーの人ってこんなに大人なんですかね、皆さん。大人なんかね、会うと年下なのに、うん、すごくこうなんて言うんだろう、大人な対応をしてもらうことが多い。全然そんなことないけど、でも小さい時から多分すごい大人の人とばっかり一緒にいたのかな、うんうんうん、そうだよね、うん、ゴルフ場って言ったらもうね、うん、お父さんより上の人とか、そうです ね、おじさま、おじさまみたいな方が、そうだよね、子供の時からそこにいたら自然と対応とかになって、そういう感じになってくるのかな、うん、130ぐらい、140、意外とあった、意外にありますね。ショットとしては良かった。右向いてたな。そんな、もう右も感じさせない。僕より背景が綺麗。いやいやいや。すごいなんかこう。か木とかがさ、すごい透き通ってる感じなんだよね。本当ですね。そう。かっこいい。かっこいいな。やっぱ広角って。広角いいな。じゃあ、なんかちょうどこう。な、あ、こ、あそこに行っちゃったってこと？そうなんですよ、多分。へぇ。あそこがグリーンなのか、そうじゃないのか。グリーンっぽいけど、ちょっとえぐれてますね。跳ねたかも。ダメなミスです。ダメでも狙わないと。これはどういった感じで、これはなんかちょっと上げなきゃ止まらないかもみたいな思うんですけど、うんうんうん、向こう下がってますね。そうけど、ここがもうかなり左足上がってて、普通に打っても、うん、出玉が上がる状況なので、そんな上げようとかは全く思わず、普通に打てばライ通りに寄るかなっていう。あとはちょっとこう傾斜があるので、それだけ、あの落ち葉ぐらい、落ち葉ぐらい落としの方が、はい、あ、うまい。ああ、でも持ってかれるんだ。ちょっと待って、これはえ、そんな風には見えない。え、すごいことが起きたよ。そんなことあります？マスターズ？ちょっと弱かったけど、確かに。いやいや、でもここマスターズですね。こんなに。もう一回やってみる。やってみよう。うわぁ、そういうことね。そこがすごい高いってこと。ね、全然見えなかった。だってそこから打ってここに乗ってここに戻ってくるし、やばい。もうちょっと。うん、ナイス。想定外の
と。なんか薄いよ。転がるかもしれませんね、下。だから。お部屋上は下にもありますよ。あ、すごいね。はい。ドライバー、今使ってるのはエピックの 10.5 度、うん、9度。あ、でもまあ 10.5 ぐらいにセッティングしてあります。はい。調整して。うん、その、うん、まあドライバー自身にも飛距離アップの秘訣あると思うんだけど、うんうん、リカちゃん内に飛距離アップするには、うん、こういうなんかスイングで気をつけてることとかあります？やっぱりこの左足のこの踏み込みとバネがやっぱり飛距離の秘訣だかなとは思います。左足の踏み込みとバネで、それでこう結局ヘッドスピードと遠心力が高まって結果飛ぶみたいな感じですかね、うんうんうん、言ってもまあヘッドスピードは一番直結するじゃないですか、まあ、ちゃんと当たってるっていう前提だったら。だからヘッドスピードを上げるにはそういう踏み込みと、うん、バネの、うん、でマッチしてくる感じ、ね、なんかこう意識してるポイントとか、こうじゃあ次フローっていきなり振ってフルホールとかあるじゃないですか。あるあるある。で、振ろうって思うと結構私はこう体が触れちゃってこう腕がついてこなくなっちゃうタイプなんで、うんうん、それはちゃんとこう踏み込んで体も振るんですけど、しっかり腕も振ってあげるような意識、なんか振り遅れないように、なるほどね。私もなんかどっちかだとベッ、そうですね振ろうと思うとやっぱ結構こう体がいっちゃうんで、うせっかくこう溜めたパワーをもうしっかりインパクトで使う、なんかもう こっちで向いて打ってる感じになる。もう空なっちゃいますよね。わかります。私も結構その癖あるから。へえ。あとはでもやっぱもう普段から練習とかでもこう 120% ぐらい振る癖を、癖っていうかなんだろう、そういう練習、練習をしとくとやっぱ振れる体になってくから、まあ、みんなバット振るとか言いますけど、やっぱ振れる、そうだよね、振る練習をしないともう絶対飛ぶのは難しいと思います、ね、やっぱ 120% ぐらい振っといてコースで、まあ、70% とか 80% ぐらいになってちょうどいいかなぐらい。そうですね。でも、まあ、飛ばしだけに関してはそうだよね。そうそうそう、やっぱり振りますもんね、ドラコンの人とか、ね、そう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 、やっぱり、なるほど、っていう感じ、っていう感じもう寄せれる感じがない。全くない。お、おーすごい。絶対完璧これ。ありがとうございます。すごい。止まった。止まったよね。止まったね。ちょっと手前かな逆に。どうだろう。手前に見えるけど、うん、落ちたところは前だったんですよね、うん、いい入りだった今のは、うん、どういった今の下がりで、そう、ちょっと左足下がりでこの打ち上げで一番結構難しいロケーションだったんですけど、うんうんうん、まあ、気持ちちょっと上からカットっていうか、うん、がりカットしたんですかね、あの、なんていうの、ちょっと程度こう、そう、傾斜なりに、うん、やっぱ今のでこう上げに行くと全部トップかダフリでここに当たっちゃうんで、うんうん、それだけ考えて、はい、でもインパクトのこの部分の、そうですね、入れて、そうそうそう、うん、もうこの辺はもういいやって、はい、あとはもう振り幅で距離はもう決めてるので、はい、左足体重ですか？ダメですか？今なんかもう何が何だか分かんなくなんか結果オーライみたいな感じインパクトを考えよう、うん、この辺はもういいや、インパクト大事、インパクト、そうだね、
た読みづらい傾斜ですね。どっちもある感じですね。サイドちょっとフックですか。打ち出しが少しスライスも入っているかもしれません。バック周りでちょっとフックですかね。来た。ああ。なんで最後向かってってたのに。ありがとうございます。今当たりだけ良かった。当たり良かった。よいしょ、当たった。短い、全部で、はいはい、アイアンとウッドの打ち方、うん、って結構変えてたりします、うん、私は基本的に全部一緒に打ちたいタイプなので、あんまり変えたりはしないです。はい、全部一緒のイメージ。そうですね、勝手にボールの位置も変わるじゃないですか。変わります。はい、だから右にあったら、なんて言うんだろう、最下点があったとして、クラブのそれよりこっちに置くから、こう打ち込まれるって感じで、うんうんうん、こっちにあれば、まあ、普通に打ってここで当たるから打ち込まないみたいな考え方です。ウッドになるとまあこっちになっていくから、なってくから、自分が打ってるのはずっと一緒だけど、ボールの位置が変わるから打ち込まれる、こっちだったら打ち込まないみたいな考え方ですかね。まあ、P とか、ね、Q になるとこっちに入ってきますね。そうそう、あと勝手に同じプレーここで打っても勝手にこうなるじゃないですか。なるなる。あとはもう、まあ球のイメージがそういう感じだったら、無意識にちょっと短いのだったら打ち込んだりもしてるとは思いますけど。マジでグリーンが止まんない、傾斜がありすぎて全部奥いっちゃう。まだ落ちてます。奥いっちゃいました。すごい。転がすとでも寄らないけど、転がすと、転がす、はい、ちょっと浮かせる、ちょっと、はい、もしでも転がすとするなら、この辺が、はい、この辺からないですね。こう、はい、スネークですよね、多分。そうですね。球筋は良かったけど、もっともうちょっとやっぱこの辺に落とさないと。し、今日のグリーンだとパターの方がいいかも。ちょっと沈んだ。本当ラインが読みにくい。距離感だって。戻ってる、戻ってる。あ、ごめん。こんなにスライスっていう、全然読めてない。本当にひどい。うん。思ったより持ってかれましたね。そうですね。エスパー。危ない。今のはいいか。うん、よかった。